えー、ただいまご紹介いただきました東京大学の梅田と申します、えー、っと日本語ですけれどもあのサポーティングヒューマンエンジニアリングアクティビティズバイデジタルトリプルレットというタイトルでお話しさせていただきます、えー、っと私あの東京大学の中に今年4月からあの衣替えでできました、えー、人工物工学研究センターというところに所属しているんですけれどもそのセンターはですねあの今後のものづくり がどううあるべきかということいこをですね研究するためにあのリ,リ,、えー、っとリファービッシュというか、えー、再編されて作られたセンターなんですけれどもそこではその、えー、っと今日お話しするようなそのデジタルトリプレットという考え方をもとで今後の,その、えーえー、生産システムのデジタル化という話をすると同時にですね例えばこの、えー、欧米ではですねかなり、えー、っとだいろんな大学で流行っているですねラーニングファクトリーという考え 大学の中にですね工場を作ってそれを使って教育をしたりですねそれからその三角共同でですねえと研究をするという設備を作ることが流行っているんですけど日本は残念ながらあまりそういうものはないんですけれどもこういうものを作りながらですね我々あの次世代の日本なりのものづくりというのを研究していきたいというふうに考えております。今日はそそののの一旦のお話をさせていただこううと思うんですけれどもえ 特ににつの問題が重要だというふうふ考えています一つはそのいわゆるその、えーまあ、インダストリー4.0に代表されるようなですね、えー、今新しい今のものづくりの動きですね特にデジタルトランスフォーメーションと言われているようにデジタル化デジタル化というのはあくまでテクノロジーなんですけれどもそのテクノロジーを活用することによってものづくりのやり方が大きく変革するということが、まあ、必ずしもですねその、えー、と日本の製造をっと日本の製造 製造業が追従できていないといなとうかその日本のこれまでの製造業のやり方に関しても合ってないんじゃないあっ合ってる方向に動いてないんじゃないかというふうに考えております。で特にですねこのデジタルトランスメーションで重要なポイントというのがですね一つはその 企業,間の企業の壁を越えたネットワークによってそのデータを交換するそれによって付加価値を高めるという話とそれからもう一つはそのデジタルのプラットフォームこれが標準化されたものを活用してこういうデータ交換を可能にするということがまさにその日本が立ち遅れている状況にあるものではないかというふうに思っています。でもう一つのの問題がですね、えー、その いわゆる生産技術者それからそのテクニシャンの方々が必ずしもこのデジタルトランスフォーメーションの流れに追従できていないんではないかまあこれは日本の雇用の問題ではないかもしれないんですけれどもという問題があると考えています。で今後のですねデジタル化された生産システムにおいてはそのこういった主力たるです、ね、生産システムエンジニアの方々は その生産システムのさまざまな活動、まあ、特にその生産システムを計画するとか設計するそれから開発して構築してオペレートしてメンテナンスして、まあ、特に改善ですよね日本こういうの動きというでそれをまた入れ替えていくというようなさまざまな活動をまさにその物今までは物理世界物の世界だけでやっていたのをサイバー世界をうまく活用してやらなければいけないやらなければいけないんですがそれをどうやっていいかがよく分かっていない問題が挙げられると思います。 でえー、我々どう考えているかというとですね、えー、これからでさ、ね、まざ、あ、まなその今日お話しする時間ないんですけどそのメガトレンドを考えた時には、まあ、今まで日本が得意とされていたですね高品質な製品を大量に作って安く供給するっていうパラダイムはもうすでに実現するのは無理でそれをに代わるですね新しい生,生産の戦略を立てなければいけないというふうに考えています。で特にでですねその今までの かの培ったです、ねえー、と日本のものづくりの強みというのは多分あると思うのでそれを新しいです、ね、器といいますかねデジタル化のですね、まあ、IoT だったり CPS だったり AI だったりそういうものに載、えー、せ替えるという作業をやらなきゃいけないんではないかと思っています。で日本のものづくりの強みというのは何かというのはこれはあの非常にディスカッションしなければいけないところなんですがかとりあえずですね我々、えー、こういうふうに考えています。えー、すなわちその生産の中で高品質を 常に追い続ける。つまり、それがその高品質な製品でや、にあったり、そのゼ、え、ぜ、ゼロディフェクトになったりですね。それから生産システムの、えっと継続的なコストダウンに結びつく。この、えっと常に良くし続けるという態度が、まさに日本の強みではないかなというふうに思っています。で、これをデジタルの時代においても、ちゃんと実現できるようにするというのが大事だというふうに思っています。 それからもう一つはまあ後半時間があったら触れたいと思いますけれどもその新しいですねそういうことデジタルを使ってそういう継続的な改善ができるような教育システムがいいいいるんではないかなかという,ふうに考えていますでそこではまあ当然その IoT とか CPS とかテクノロジーの話も重要 AI を含めてテクノロジーの話も重要ですしこれまでのですね生産技術 それから加工,加工の科学いや技術が大事なんですがそれに加えてそのシステム的な思考というのがです、ね、非常に重要なんではないかなというふうに考えています。で、えーっとまあ、ちょっとこれ飛ばさせていただいてで、われわれデジタルトリプレートと言っているんですけれども、えーまあ、インダストリー4.0はですねかなりそのトップダウンなアプローチであってこうしかなりシステマティックにですねオー,トマテオートメーションを実,、えー、と実現しようとする動きだというふうに捉えています。 その中で、えー、いわゆる CPPS というかですねサイバーフィジカル生産システムというのは彼女もですね頻繁にこう改善されていくとかですね、えー、変更されていくということは彼女も想定されてなくても十分にですねそ,れそういった CPPS という工場は余裕とですね、えー、ロバストネスを持っているような、まあ、発想なんではないかなというふうに思っています。で これをこ,このような形で,です、ね、自動化できるところは自動化していけばよろしいわけですけれども、それを補う意味で,です、ねえっと、先ほど申し上げたような、こうなんていうかあと、日本の質の高いエンジニアであるとか、技術者の人たちが、えー、生産システムを日々,日々改善していくというたような動きをです、ねえー、取り込むような、えー、CPPS もあってもいいんじゃないかなというふうにか考えております。でそのようにに継続的にです、ねえー、っと改善 され続けるような CPPs をここではまあデジタルトリプレットという名前で呼びましょうというのが今日お話しすることの趣旨であります。 で絵にするとですねこれ分かりにくくてあ,のあんまり評判がよくないんですけど絵にするとこんなイメージで、まあ、フ,ィジカルフィジカル物理世界があってそれからサイバー世界があるってこれはまあいわゆるデジタルツインとかサイバーフィジカルシステムと言ってるものだと思うんですがそれに加えてそれを活用するですね人,人たちがいるこの知的活動世界という名前をつけたんですけどこの3つの世界を合わせてですね、えー、とデジタルトゥレットと呼びましょうと言っています。でこれはですねあの、まあ ある種その人をサポートすることに主眼を置いてですねこれからはその製品設計からですね生産使用メンテナンスそれからまあ循環ですよねサ、えーキュラーエコノミーが言うところ言うようなところのそういったような製品のライフサイクル全体をですね一貫して人々エンジニアをサポートするような環境としてこういうものを作りたいでそこでは物理世界とサイバー世界をいかにうまく活用して価値を生み出すか という、えー、部分そこがそのインテリジェントアクティビティワールドと呼んでいるところですがその部分をうまく、えー、統合化してやってこの三つ組みの構造を作っていくってことは大事なんじゃないかなというふうに思っています。ごごめめんんななささいいましたごめんなさいであの そう,考えるそう考えるとというかです、ねまあ、今後の、えー、とエンジニアというのは、まあ、当然のことながらです、ね、そのサーバー世界の情報、まあ、サイバーフィジカルシステムをうまく活用して価値を生み出すということをやらなければいけないこれはあの、えー、まあ改善活動にしてもそうですしその生産システムのメンテナンスであろうと設計であろうと製品のメンテナンスであろうと何でも同じだと思うんですけれども。 そこにおいてはその物理世界から情報どのような情報を取ってきてさまざまな AI やシミュレーターのツールを使いながらその情報を分析して評価して。 でまあ、そ,そのままでいいのかそれとも何か問題の解決をしなければいけないのかという判断をして、えー、問題解決策を考えて実行する問題解決をすると、まあ、この黄色い矢印の、えーえー、一周をですね我々エンジニアリングサイクルって呼んでるんですが、まあ、こういうものをじうまく自動化しましょうっていうのがある種その、えー、とインダストリー4.0で言っているところですが、まあ、我々一つはですねあの現場のエンジニアの人たちがこのようなですねサイクルをこう次々と構築していくっていうのがある種そのえっ、ー、と。種の サイバーフィジカルシステム時代の改善活動になっていくんじゃないかなというふうに考えていてこの,この輪っかをですねいろいろ作っていく輪っかをまあ一つ回すと価値が生み出されて例えばえと不,良がさ不良率が下がるとかですね OEE が上がるとかいうことになるわけですけれどもそのような形でこの輪っかを作る プロセスをサポートしたいでそのためにはその白,い白いところのです、ね、データ分析とか何とかっていうのに加えてじゃあどういうデータを集めればいいのかとかですねどういうツールを使うと今の問題分析できるのかとかですねそういう形の,そのエンジニアムプロセスを一個作り上げる工程を支援することが必要になって考えています。 でそのためにこのエンジニアがですねこの輪っかを組み上げるプロセスをプロセス地として集めてきてですねアーカイブするといわゆるその改善活動みたいなものが例えば獲得できるとか今までのエキスパートがやってたことの知識の伝承ができるんじゃないかなというふうに考えています。でそれは、まあ、このいわゆるそのエンジニアリング活動の プロセスというのをですね、えっと、定式化して、えっと、形式化するということをやろうとしていますやることに相当すると考えていますしそれによってその,人間のエンンジニアリング活動を支援できるようにはそれを教育に展開することはできるんじゃないかなというふうに考えています。 でここでやろうとしているのは、まあ、ある種その AI というのがです、ね、そのエキスパートの思考を、まあ、計算機が代替するということだと思うんですけども、そまあ、むしろそうではなくてその人がやっている思考のプロセスをうまく計算機の上に乗っけてやってその上でその例えばそのシミュレーターであるとか AI であるとか、まあ、そういうツールで,です、ね、代替できるところは代替するするしていくとそうするとどんどん,どん,どんその、えー、エンジニアリングプロセスが デジタル化されていってコード化されていって付加価値が高まるということができるそういうプロセスがあるんじゃないかなというふうなことを考えています。でそうするとまず最初にですね、えー、とまずエキスパートのやり方をそのままですね書き下すということをやってそのこの、えー、今このエンジニアムプロセスというものを、えー、まあ計算機上に書き出すということが必要になってきてまああのすいませんこれ今 ちょっとですね例としてはあの金型加工を例にこれちょっとあ,のあんまりお見せしちゃいけないスライドなんですけどと言いつつこんなたくさんの方がいらっしゃると思わなかったんですけども、えー、っと金型加工の時に加工不良が結構起きていてギリギリ狙うと加工不良が起きていてだけどエクスパートの人はうまいこと加工の,その、えー、っとキャムを使って加工計画を立てている。 でその過程をですねうまく抽出してやると何となくそのエキスパートのナレッジが伝達できるんじゃないかということを試していてこの下半分がですねその時に作ったエンジニアーサイクルのモデルなんですが割とうまく抽出することができるこのポイントは、まあ、こういう話はよくある話なんですけれども、えー、とそれが、えー、とデジタルツインデジタルツインていうかサイバーフィジカルシステムにグラウンディングされているってことは大事であって。 これをそのままもう一回そのでサイバーフィジカルシステム上で再現するとそのエキスパートの人がどう何を考えてどういう作業をやったのかっていうのが再ある種再現ができるようになるわけですね。で我々も、えー、とこの、えー、と金型の熟練者の人のプロセスをこういう形で書き下して、えー、これをまああの素,人素人の人たちがうまく使えるようになるかどうかっていう実験をやっていて、まあ、そこそこう,うまくいってるんですが。 でこういうものを書き出した後に先ほど申し上げたようにデジタルツールで置き換えるところはどん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 置き換えていくともう少し高度な熟練者のかつて過去の熟練者がやっていた作業ではなくてもっと現代デジタル化された作業プロセスというのを作ることができてこれをノービスの人が学ぶとそのサイバーフィジカルシステム上でエ,ンジンエキスパートのように、えー 意思決定をエンジニアリングをすることができるこういうことができるんじゃないかなというふうに考えています。でさらにそのエキスパートの人たちは自分たちがやっていたことがまあ現代的な表現をするとまた違うえこういうことになるんだなということを理解した上で新しい課題についてチャレンジする、まあ、そういうことができるんじゃないかなというふうに考えています。 でまあ、デジタルトリプレートというのはですね、まあ、広い意味で言うとそのインダストリー4.0が主導しているようなサイバーフィジカル生産システムの一種なんですけれども、まあ、ここではですね、まあ、どっちかというと生産を自動化するというよりはその人間のエンジニアをサポートするというところに主眼を置きたいそれからこの第2番目のところ書いてあるようにそのいわゆるサイバーフィジカル生産システムというところのサイバー,サイバー空間を、えーと 物理世界をモデル化しているデジタル空間デジタルツインとそれが人間の思考プロセスを表現したりモデル化するような知的活動世界に分けるこの2つの統合によって表現しようというところにポイントがあるというふうに思っています。で、えーっとまあ、この辺は飛ばしましてでこのデ,、えー、っとデジタルトゥルプレットをう,うまく使うと その先ほど申し上げたです、ね、サイバーフィジカル型のラーニングファクトリーが実現できるというふうに思っていてで一つは今申し上げたような形で知識を形式化してでそれを使ってこの知識の伝達をやるでそうするとその、えっと、教,教育にも受け、えー 教育に使うことができるそれからいわゆるその熟練の熟練をもう少し現代的な意味で読み替えた形での知識の伝承というのができるんじゃないかなというふうに考えています。でまあこれに対して、まあ、我々今チャレンジしていて例えばこういうその人工物工学研究センターではこういう教育カルグラムを作ってですねデジタルトリプルット型のエンジン、えー、と生産システムエンジニアを作ろうっていうような動きをやろうとしています。 すみませんで、まあこの辺のお話はちょっと動き始めてますよっていうことを申し上げたかっただけなんですけれども、えー、と最後に何をと思っております、ねえー、でしでまずはですねそういうこの、えー、と我が国におけるそのものづくりの強みを生かすようなデジタル化をアーカイブ化するようなその拠点というのがいるんじゃないかなと思っていて。 それをまあ人工物工物学研究センターでやろうとしていましてでまずはそのデジタルサイバーフィジカル生産システムみたいのによってこういうふうにこう,うまくいったよとかそういう,こう成功事例が集まることがその日本のものづくりをデジタル化をプッシュするためには有効なんではないかなというふうに思っていてそのためにそのまあデジタルトリプレットという フレームワークでいろんなこう成功事例、えー、とショーケースを集めてきたりですねそれからそれをこう、えー、我々のところのライラーニングファクトリーで再現したりですね、えー、とそれを使って教育したりするっていう形で、えー、と全日本全体のです、ね、製造業のデジタル化というものに貢献できたらいいなというふうに考えております。えー、以上で終わりりたたいいいとと思まますどううもありがとうございました